皆さんどうもこんにちは。今日は、令和元年の6月25日です。父親が、23日のね、晩に、あ、晩というか早朝、亡くなってしまったわけですけど、僕がね、桃を引き継いで、収穫しています。そして僕がね、手をかけてね、育てた桃がね、ちょっとね、これ奇跡かなってね、思うんですよね。普通ね、これ今、千代姫をね、取ってるところなんですけど、普通はね、せいぜいこのくらいの大きさになって、角割れとか、問題が発生するのが普通なんですけどね、今回ね、すごい、高レベルのね、千代姫がね、すごいなりましてね、こんなにね、色がよくついて、これで大きく丸く育ったのは、今までになく初めてですね。初めてこんなにね、大きくて丸くね、育ちました。僕の家、うちの、周りの農家の人たちはね、今年は角割れと偏見が多くて、半分以上捨てなきゃならないなんていうね、ことを言ってるんですけどね。自分としても、すごくね、感激しています。こんなにうまくいったことはないですね。木はね、古いんだけどね、だいぶ、収穫もしたんだけど、初めてですね、本当に。でね、父親の通夜葬儀をやらなきゃならないということで、急いでね、収穫をしてるんですけど、間に合うかなってね。今回はね、本当にね、奇跡が起こったようなね、気分です。本当にね、大玉のものがたくさんなりました。早生でこんなに大きくなるのはね、ほとんどないんじゃないかと思いますけど。以上です。とりあえず以上です。頑張ってね、撮ります。以上です。